マジで言ってる意味がよくわかんないですけど、愚痴を聞きたくてこれやってるわけじゃないですよ。私は付き合ってたよって言いたいだけにしか聞こえないんですよ、ね。いいえ、まあ、もう何の話してる。被害は受けてなくてただの暴露がしたいってことなんですか。何がホストの注意喚起。ホストの注意喚起とか言ってないですよ。いや言ってただろ。それはやばくないですか、本当だとしたら。はい、僕録音撮ってます。メモしたやつを最初から話した方が早いんじゃないかなと思う。すいません、お前誰な。お前消えろ。お前誰やん。聞けた話しと。今回ですね、皆さん、YouTuber さんから被害を受けた女性が二人いるんですけども、一人はですね、活動者みたいで、どうしても声を出したくないということで、ボイチェになりました。え、ボイチェかかってますか？かかってます、かかってます。お話をしていただきますか。え、この二人は別々の被害を受けてるっていう認識でいいのかな？暴露する YouTuber のグループの一人の元カノなんですよ。で、私がそれを、なんていうんですかね、補佐する感じで。よくわかんないけど、了解です。はい。じゃあちょっとお話の方お願いします。まあ、YouTuber がメインっていうよりかは、なんていうんですかね、まあ、お店をやっていまして、お店に通ってるんですよ、私が。もう一人の方は、まあ、直接的に被害をあった。まあ、正直、被害者に話聞きたいですね、最初に。被害の内容を簡単に一言で言うのであれば、精神的な被害になるのかなと。精神的な被害、はい。例えば、殴られたって話があったとしたら、その殴られた経緯って多分話すと思うんですけど、一旦その経緯を省いて、殴られたっていう、その部分だけを話してほしいというか。いわゆる、多分、モラハラ？ねえ、モラハラ難しい問題ではありますけども。あとは、まあ、携帯をぶん投げられてぶっ壊されたとか。器物損壊。そんなもんなんじゃないですかね。まあ、一番ひどかった話といいますか。そちらの話を。痩せろって言われたんですね、うん、私はその人から。痩せろと言われた。と身長が158センチで、体重が50キロぐらいあったんですよね。で、まあ、痩せろって言われて、いろんなダイエットとか試してみたんですけど、痩せなくて、はい、MD っていう耐性の痩せる薬を、なんかちょっと飲んでみればって勧められて、最終的には35キロぐらいまで体重が落ちまして、まあ普通に摂食障害って診断されちゃったんですけど、今は。結構、眠剤とか、そういうのに、一回ハマってしまうと、メンタルやられてる時とか、飲む量が増えてしまったりして、パキッで、もう自分でも何やってるか分かんないとか、記憶が飛ぶとかいう風になっちゃったりとか、モラハラで言うと、お相手の方は自分で配信とかもされている方だったので、はい、はいはいはい、生放送中に、はい。まあ、家の中で配信とかをするようになってたんですね。家の中に女がいると悟られては良くない。まあそうですね、はいはいはい。あるので、はい。極力まず息を殺してトイレとかに行きたいときは紙にトイレに行きたいですって書いて足音とか何も聞こえないように見せて、その人がトイレに行くようにトイレに行ってきますみたいな感じにしてもらって、私がトイレに行って終わったらトイレ終わりましたすいませんって言ってまた忍び足でコソ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 と帰るみたいなのとか、それはちょっとすいません、それって同棲してるんですか？どういうことですか？はい、そうです、はい、同棲をしている。うーん、ちょっとねすいませんね。これ僕がモラハラに関して、あまり知識がないからかもしれないんですけど、痩せろって言われて摂食障害になったって話と、同棲中で生放送してるから物音を立てられないって話は、別にそこまでモラハラじゃないんじゃないかなっていう。まあでも私にはそういうふうに強要してたっていうか、え？強要になるんですか？私と別れた後、すぐの配信で、その人の、配信画面には、女性の爪が映るっていうのがあったりしたので、何だったんだろうっていうふうにはなりました。それは、YouTuber さんのミスなんで別にね、ミスをしたから今まで私が我慢したのは何だったんだろうとはならなくないですか？マジで言ってる意味がよくわかんないですけど。言いたいの被害内容っていうよりも。じゃあ被害は受けてなくてただの暴露がしたいってことなんですか？僕はなんか被害を受けたからこれさんに相談したいみたいな話だったと思うんですけど、一番最初の時点。どっちなんですか？被害は受けたんですか？受けてないんですか？摂食障害とか双極性障害だっていうので通院しているっていうのは、元はそういう人ではなかったので、まあその痩せろって言われたことによってそうなったって言いたいわけですよね。ダブってたんじゃないですか？なんか浮気をされたっていう被害ですか？確定的な証拠はないんですけどね。まあ、一から話したい。もう、じゃあちょっと皆さんね、YouTuber さん呼びます。
来ました、はい。じゃあちょっと自己紹介お願いしてもらっていいですか。ホステルのりくんです。すいません。はい、りくんさんね。それでは、私、なぎさが知ってる限りでのホステルのやる気元気大輝と、はじめりくとの暴露をさせていただきます。はい、簡潔に言うと何が言いたいんですかね。もうめちゃくちゃまとめて話しますと、当時ね、付き合っていた時に、りくとさんに痩せろって怒られて、はい、MD を、はい、なるようになり、はいはい、してますね。最終的には体重が35キロまで落ちました。それに対して、りくとさんは私の体を見て気持ちが悪いと言いました。あ、痩せすぎてと。痩せすぎて骨みたいな気持ち悪い。はいはいはい。はいはいはい、まあ言っていいと思いますよ。気持ち悪いんでしょう、うん、きっと。でもまず痩せろって言ったのはあなたですよね。ちょっと口出して申し訳ないんですけど、ちょっと前すぎてわかんないんですけど、まあ性格的には太ってたら痩せた方がいいよとは言うと思います、ね。うん。まあ、覚えてなければそれでいいです。すみません。痩せるように頑張ったんですね。まあこれは自分の意思で痩せるように頑張ったっていうだけですから、別にリクトさんが責められる言われはないと思いますし。はいはいはい。ただきっかけとしてはそこにやっぱりリクトさんが最初に言った痩せろよっていう言葉があったんだよねっていうのが今通院しているお医者さんと東京に行った時に通院してたお医者さんの母親が言う言葉ですね。まあ、今現在進行形でそれを僕が言ってるんだったら、まあ、言われてもしょうがないし、やめろって言われたらあれなんですけど、3年ぐらい前の話なのかな。それを今言われて僕はどういうふうに対処すればいいんですか。3年前なんですね。はい。私とリクトさんが付き合い始めたのって4年前で、4年前なんだ。今から1年前の3年間、はい、これが付き合ってた期間になるんですね。私は付き合ってたよって言いたいだけにしか聞こえないんですよね。いいえ。まあ、もう何の話してんの。ですから今、それでどうしてほしいのかを教えてほしいんですよ。私はどうしてほしいのかっていうことは別にあなたに対して一切何もなくて、別れてもともとツイッターで暴露する暴露するっていろいろ言ってて、僕に話が来て連絡したら、やめてやめてよって言ったら、やめてくださいでしょって言って、僕はやめてくださいって言ったら、そうだよねどうしようかなって言ってきたのはあなたですよね。え、はいはい、脅すようなことをしてきたのはあなたですよね。それはやばくないですか、本当だとしたら。はい、僕録音撮ってます。普通に別れた後に、で別れた後のことをガタガタ言われても僕はどうしようもないんですよ。で付き合ってた方は認めます。でモラハラキッズなことも認めます。ごめんなさい。ただだからといって今どうすればいいか分かんないですし、別れてからも半年間30万ずつ渡して、6ヶ月目に体調が悪いから50万くれってことで50万渡したら、ツイッターに体調悪いって嘘ついて50万取ったって書いてましたよね。え、はい、それもスクショ取ってます。はい、あ、じゃあスクショ取ってます。やっぱそういう討論するつもりはないんで、僕がまあ悪いで全然いいんですけど、悪いですし実際。だから結論的に僕は今仕事じゃないですけど、どうすればいいですかって聞いてます。え、私ははい、どうしてほしいか言ってください。お願いします。リクトさんにしてほしいことは一切何もありません。何もないなら僕の名前出さないでもらっていいですか。私は伝えたいことがあるから。女性は結局これ何が言いたかったの。私がなんでここでこの人の名前を出してそういう暴露みたいなことをしようと思ったかとかいうのを説明してもいいですか。じゃあ簡潔に、はい。別れ話の最後に私の名前を間違えたからです。あ、謝ったやん。もうひどいけどね、確かにね、名前間違えるのは。すいません。私たちが別れた一番の理由っていうのは、うん、やっぱ私がこの何回言われても薬をやめれなかったりしたことが一番の原因で、じゃあだから別れる理由っていうのは間違いなく私が悪いんですよ。だったら今僕はどうするのが正解なんですかって聞いてます。これこれさんの配信を聞いてるような若い世代の子たちに今ね、 SNS でいろんな職業の人が発信、いろんなことを発信してるけど、別に、うん、でホスチルっていうのはこの夜の世界にイメージをどうのこうのみたいな元でやってるグループだから、あなた、僕ホストとして、ホストとしてあなた僕に騙されたんですか。いいえ。じゃあおかしいじゃん言ってること。どうしたら騙されてない。え、まだ女性だから、その告発したかった理由を最後に話して。ホストとして何 YouTube やってるから何なの。ホストとして YouTube やってることも別にいいと思ってるし、押して好きになって店に行ったし、それが全部悪いって否定するわけじゃないんです。若い、そういう判断能力がない子たちって、簡単に夜の仕事とか、夜の世界とかがキラキラしているように見えるから、憧れちゃうじゃないですか。でも実際はそんなことばっかりじゃないし。ちょっと待って、いいですか？今十分聞けたんですけど、それはだから、ホスチル、これ、りっくんさんがホストとしてあなたと今まで接してたんだらそうかもしれないけど、そうじゃないって話を多分、りっくんさん今言ったんですよね。はい。仕事を生むんじゃなくて、まあ、いわゆるその、恋人として。人間にお付き合いさせてもらう。そういうことですよね。っていう話だと思うんですよ。じゃあ今の注意関係全然おかしくないですか？だって、ホストって、そういうね、キラキラした
したもんじゃないからみんな気をつけてねって、でそれを伝えるためにこれ言いましたって矛盾しません？ちょっとしてさらに一人の男性としてヤミパチスロー、その話こうしなくていいのかな。何何、何の話？ヤミスローって多分あの裏スロートって言って歌舞伎町にあるなんか違法な、はいはい、ありますよね。はい、まあ僕は行ったことあります。多分それを言いたいんだと思います。違法なことしてるぞって言いたいだけだと思います。はあはあはあ、まあ、それは良くないですけどね。裏スローに行ったことがあるんですか？あります。まあ4年ぐらい前の話なんであれなんですけど。4年前に闇スローに行っていた。そうですね、ちょっと少なくとも私と付き合ってて1年前までは行ってましたよ。あのすいません、だから何なんですか？あのあなたがそういう違法賭博に通うとかはどうなんですかっていう。まあ良くないんで。まあ確かにそれは良くないっすね、普通にね。いや、正直、暴露したいだけですよね、女性なんか注意喚起とか言ってるけど、なんか普通にもするんだったら、なんかそんな善人ぶらなくていいと思いますよ。まあ認める部分は認めますし。注意喚起ではないですよね、正直。そのなんかホストにハマるの気をつけてくださいねって、キラキラしてるように見えますけど、裏はこんなんですよっていう話の内容じゃないやん、そこまで。ちなみに、その、あなたが今から話そうとしてることが、まあ仮に本当だったとしても、なんか裏で暴露しちゃおうかな、みたいな、なんかそんな感じのやり取りがあったっていう話多分あったと思うんですけど、さっき。それは本当なんですか？はい、本当といえば本当です。まあ僕が言ってるのは一昨日の話なんですけど。え？暴露する。からみたいな感じのことをツイッターのスペースで話してたんですよ、僕がいないところで。それをまあ僕のお客さんとかが見るじゃないですか。はいはいはい。それで僕に伝わってきて、僕が連絡したんですよ、久しぶりに。はい。あのやめようかって、うん、そしたら、まあまあそう、同じ立場じゃないんだからやめてくださいじゃないって言われて、うん、で僕はやめてくださいって言ったんですよ、普通に。はいはいはい。そしたらどうしよっかなみたいな、うん、なんかそういうやり取りしてる人が注意喚起でここに上がってくると思えないんですよね、うん、ちなみにその体調が悪いと嘘をついて50万もらったっていうのは。いや、嘘はついてないです。まあ嘘じゃなくても本当でも何でもいいんですけど、お金もらったのは本当じゃないですか。200万ぐらいかな。それをもらっといて、こういうふうに1年越しにやるのは違うんじゃないかなって思います。普通別れた人にお金なんて渡したくないじゃないですか。でもそこまではちゃんとしなきゃなって 思ったんですよ。実際そこまでされてこれを言いたかった理由は何なんですか？子供だろって言われるかもしれないけど。え、な、名前間違えられたからってことですか？ことが本当にトラウマで。本当にすみませんでした。でその直後にライブ配信に女が出てきて、まあ、あの例えばじゃあ女が映ってたとしても別れてたら関係ないと思うんですよね。関係ないと思いますよ。うん、だったらなるべくだけど、ね、穏便にことを済ませたい。タイミング悪すぎるんじゃないかなっていうふうに私は思っちゃったし、 どうしようもないんですよ。あ、そのメモしたやつをもう最初から話した方が早いんじゃないかなと思います。すいません、お前誰な？半切れやないですか。いや、ちょっとね、俺今考えてたんだけど、そのメモしてる内容って、まあ、いわゆる被害内容じゃないんですよね。僕なんか愚痴を聞きたくてこれやってるわけじゃないですよ。なんか YouTuber から被害受けたっていう話だったら取り上げようと思ってて、恋愛観のもつれの話だったら、正直別に取り上げる必要ないと思ってるんですよね。わざわざ僕のところで。多分それは、これこれさんに聞いてもらって判断してもらった方がいいかなと思うんですけど。声、声かな、出れんくらいなら出んなよ、お前。聞いてもらって判断だと結局愚痴だった時聞き損じゃないですか。よくわかんないんですよね。被害じゃなくねって思っちゃうんですよね。そうですね。私もそう思います。私が聞いてた話と全然ちょっと違うので。ですよね。で、それになってくると、ただやっぱり暴露したい。でも、暴露だけじゃ取り扱ってくれない。だから、被害者、まあ、ずらと言いますか。そういう風に、まあ、じゃあ、このボイチェンの女性も使って、で、なんか出演しようとしているようにしか見えないんですよ。だから、まあ、一から聞くっていうのは正直今どうなのかなっていう。その被害内容があるんだったらそこを話してほしいです。ないんだったらそのわざわざ一から説明する必要ないと思うんですよね、もう今更。ね、その別れ話をした時に名前間違えられたっていうのはそれはまあ女性からしたらめっちゃショックかもしれないですけど、その後に一応でもお金とかまあいろいろもらってるわけでしょ。なんかこう関係を断ってたわけとかじゃなくて、ある程度やり取りしてお金もまあ、まあじゃあもらってますとしっかり。え、その200万っていうのはじゃあどういう内訳なんですか？そこに入ってるんですか？慰謝料はそこに入ってるんですか？入ってないんですか？まず。慰謝料だと思って受け取ってました、その時。それリックンさんはどうなんですか、それに関して。僕はそういうつもりないですけど、もしそういうふうに思ってるんだったら今話すことじゃないんじゃないですかね、むしろ余計に。だって和解してるわけですから。何の話なのこれ。いや僕も分かんないです。いや私も元から話したかったことと変わってしまって、何が言いたかったかわからないですもん。うん、その元から話したかったことって、でもその被害じゃないんでしょ、結局。ちょっと私が、お前消えろ、お前ダメやん、消えた話と
ちょっと違くて、戸惑ってるんですけど。そのボインチェンの人さ、さっきはさ、なんかぶっこんでるけど、関係ない話は確かにこの場でする必要ないし、もうやっぱりただ暴露したいだけでしょ。あんまりそういうことしないでほしいな、勝手に。こう、今私とは和解した上で別れてるっていう風な話にはなりましたけど、和解してる上で別れたって話になってるの？今の流れ的にそうじゃないですか？私が別れて、金銭的な援助も受けて、うん、なのにもかかわらず、うん、1年経って今突然暴露しに上がってきて、うん、お前は一体何がしたいんだお前は一体何が目的なんだっていう風になってるじゃないですか。なってますね。で、目的を聞いたらホストっていうのはキラキラしてるけど裏ではこんなんだよっていう話だと思うんですけど、内容がそれに値しないわけですよ。だから聞いてるんですよ、さっきからずーっと。どの辺が値しないか教えてもらっていいですか？ホストの話じゃないですよね。男女間の話ですよね。そこにホストって関係あるんですか？ホストの話をするんだったらね、例えば付き合ってもらえるかと思ってずっと貢いでたみたいな、そういうありがちな話だとわかるんですよ。この話って別にホストかどうかってそんな関係ないじゃないですか。彼に対して貢いだことは一切ないですね。うん、じゃあそれホスト余計関係ないですか？何がホストの注意喚起なんだよ。ホストの注意喚起とか言ってないです。いや、言ってただろ。ホストって言って、やばいってこれ。言ってたじゃないですか。ホストの注意喚起じゃなくて、夜の世界の注意喚起をしただけです。じゃあもう上げ足取りも何、一緒じゃないですかって、だからそれ。今夜の世界の人とは付き合ってないって今言ってたじゃないですか、自分で。なのに夜の世界の人の注意喚起してるのはなんでなんですかって話をしてるんですよ。俺はあなたたち二人が、まあ、被害受けたと思って今これ上げてるんだけど、そうじゃないなら、また今一度ここで言ってほしい、ちゃんと。私は暴露で大丈夫です。落とし入れたいわけじゃないけど、そうですね。じゃあ、会ったこと全部話すっていう点ではやっぱ暴露だと思うので。ああ、じゃあ、りっくんを暴露して落とし入れたいです。わかりました。被害者ではなかったんですね。そうですね。じゃあまとめるんですけども、はい、今女性はですね、なんと、はい、被害を受けたから相談したいという話だったんですけど、どうやらりっくんを落とし入れたくて暴露がしたいということになったそうなんですよ。最初からそんな感じですよ。最初からそんな感じではあったんですけど、で、僕はですね、それを聞いてですね、今、はい、りっくんさんから少なからずで、お金をもらったら全て解決ってわけじゃないんですけども、合意を得て、200万もらってるわけじゃないですか。はい。本来もし、不満があるんであれば、200万もらわずね、そこで暴露すると思うんですよね。今更暴露するっていうのは、僕はね、さすがにそこに力を貸したくないんですよね。自分の力を。だったら、お金返してから言いなよって話ですもんね。僕が暴露するのって、取り上げるのって僕が決めることなんで、今のその言い方とか、この状況だったら、俺は、正直別にこれ身内に甘いとかじゃなくて、本当にこれ誰でもやりたくないです、正直。もうここでやっちゃうと、俺ガーシーになっちゃうんで、本当に。もう LINE 無視されたから暴露しますみたいな、もうそのレベルになっちゃうんで。なので、落とし入れる目的で今からなんか話そうとしてんで、その内容は僕は聞けないですっていうのがもう今日の答えですね、これは。申し訳ないけど。リグドさんが確実に、リグドさんが関与してる犯罪行為あるんですかって、じゃあ。私が確定で言えるのはマヤミスロぐらいですかね。なるほど。他はまた聞きばっかりだったので。じゃあ、リグドさんね、ヤミスロはしないように、そしてヤミスロのお店はね、見つけたら告発してください、逆に。はい、すいませんでした。じゃあもう大丈夫ですかこれで。僕は、もうさっきも言ったけど、この条件なら、残りの犯罪行為じゃない話は、ちょっと取り上げられないです。さすがに。そうですね。はい。じゃあもう、リクトさんの話はね、スペースとかではしないっていうふうに、本人に、一休さんじゃないんだから、残して言って、スペースは話さない、YouTube は話すとかやめません？YouTube のアカウントとか別に持ってないんで。確かにね、そのスペースで話さないって約束してるんだったらね、ここで今言ってるのも、ちょっとどうなのってなるから、わざわざ DM でもうそういう話はしません、スペースでは話しません、あ、そうなんだと思ったら YouTube で話すって、もう全然もう本気聞いてるわ。おい、アフリカ TV でもダメだぞ、どこでもダメやぞ、 TikTok ライブいろいろあるけど、プレミアムのニコ生の方は、おいおい、楽しんじゃってるやん、その回答ね。ということでした、皆さん。